こんにちは、冷戦です。今日は1月28日火曜日になります。絶食653日目。天気は曇り時々雨って感じですね。今まだちょっと降ってない状態なんで、後で買い出し行きます。で、睡眠時間は7時間半ほどとってて、現在時刻は正午12時12分ってとこですね。で、今日はあと、まず果物ジュースとコレイチと豆乳買ってきて、でその後フレッシュジュース作って、あとはトーカミックスとトヤミックス飲みながら、あのラムさんの本読んだりゆっくりするってとこですね。それくらいです。したら、絶食653日目始めていきます。今日の1杯目作っていきます。これ1を500だね。もう豆乳残ってないし、フレッシュジュースを早速作っちゃおうかなとも思ったけど、なんかそんな気分にならないっていうか、うん。で、神社の井戸水を300。で、活性液大さじ1杯。で、塩のうちマースを 1g。したらこれ飲んでいきます。今買い出しから帰ってきたところです。もう雨パラついてきたんで、ちょっと降るかな、もうじき降るね。で、オレンジを300、買ってきたのは300いっか、浜300で買ってきたのは、あの果物ジュースと豆乳と、あと特濃1本と、あとコレイチと、そんなとこですね、で、特濃ちょっとこの中に特濃入れてみようと思うんで、で特濃200、これ1に入れたら美味しかったんだよね。で、ここに活性液大さじ1杯。で、ぬちマースを 1g。そしたら、これ飲んでいきます。で、次入れていきます。フルーツミックスを300。晴れたね。さっき雨降るかと思ったの。天気予報では雨だったけど晴れたね。で、特濃200。あのオレンジに特濃入れたやつ美味しかったわ。あれいいな、たまには作ってもいいと思った。で、活性液大さじ1杯。特濃で割ると結構美味しい。これ1も特濃で割ったやつ結構美味しかったし、なんだろうな、なんかあのデザートっぽいんだよな味が、あの無調整豆乳、あの無調整豆乳、有機豆乳で割るよりね、なんかあのおやつっぽいっていうか、そんな味になるんだよね。で、ぬちマース 1g したら飲んでいきます。で、次入れていきます。オレンジを300。
で、特納200。10日ミックスは1日2杯だけとか言ったときながら、もうすでに3杯目なんだけど。ガス液大さじ1杯。で、ヌチマースを 1g。したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300。なんか晴れたと思ったら土砂降りになったね今日は。最初曇ってて、でちょっと小雨ぱらついたかと思ったら晴れて、その後土砂降りだね。で、特納200。ガス液大さじ1杯。まあちょっと今日飲みすぎだねこれ、うん。ヌチマースを 1g。 したらこれ飲んでいきます。次入れていきます。オレンジを300で、有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯で、ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300で、特納を200。特納買ったの1本だけなんで、あ、足らないな。いっか、まあまあ200ってことで、特納1本しか買ってきてないんで。で、活性液大さじ1杯で、ヌチマースを 1g から、これ飲んでいきます。次入れていきます。これ1を250。昨日山ほど野菜ジュース飲んだけど、まあ、さっきあの動画編集作業してて、まあ、思ったのはあんまかいい顔色してないなってところだね有機豆乳250。そう、なんか思ったほどいい顔してないっていうか、結局野菜ジュースでも飲みすぎたらあかんのだろうなっていうところですね。で、活性液大さじ1杯。やっぱり鍵になるのは1リッターないし 1.5 リッター全食っていう、まあここだろうな。取りすぎてもやっぱいいことはないっていうところだね。これは果物ジュースにせよで、塩ぬちまわす 1g、 野菜ジュースにせよ、まあ同じってとこで。したらこれ飲んでいきます。で、次入れていきます。フルーツミックスを300と有機豆乳を200で、活性液大さじ1杯で、ぬちまわす 1g したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。オレンジを300で、有機豆乳を200で、有機豆乳、あ、じゃあ活性液大さじ1杯ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300、有機豆乳を200、活性液大さじ1杯で、ヌチマースを 1g したら、これ飲んでいきます。
次入れていきます。フルーツミックス、じゃないオレンジを300と有機豆乳を200で活性菌大さじ1杯で打ち回す 1g。 そしたらこれ飲んでいきます。次入れていきます。フルーツミックスを300、果物ジュース4本買ったんだけども、これでもう3本開けちゃったんだよね、1日で。で有機豆乳200、そしたらあと塩抜きます。 1g 入れたとこだね。したら飲んでいきます。おはようございます。今午前11時ぐらいですね。そしたら今日もいろいろ2回やってから体重測定入っていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面と背中、69.5 ですね。血圧測っていきます。120-76です。今日の結果報告です。今日は天気曇りのち一時晴れのち雨ってところですね。まあ雨もそんなずっと降ってなかったんで、ほとんど曇りですかね。まあ曇りで一時晴れたり雨降ったりってところです。で、睡眠時間は7時間半ほどとっています。午前2時半から10時までの7時間半です。で、ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。で、日中の室内温度正午12時頃計測で17度。湿度は 48% でした。で、飲んだもの、野菜ジュースが 750ml で、野菜汁は0ですね。で、豆乳が 2450 で、果物ジュースは 3300 で、果汁は0ですね。今日はみかん結局フレッシュジュース作ってないもんで、で、水は300になります。合計が 6800ml で、水300のため実質は6500ってところです。なので今日は 6.5 リッター絶食ですね。ちょっと多いね、 6.5。 昨日 5.3 だったんで昨日より増えちゃった。で、きな粉大さじ0杯、野菜活性菌は大さじ14杯、塩ぬちマースは 14g ってところです。で、尿回数15回出てて、濃さは普通に薄い、あとかなり薄め、あと完全無色ですね。量は平均的な量でした。大便は2回、今日大便2回出ています。1回目午後4時15分頃、色褐色で、太バナナ状10センチ。で、ソフトクリーム状で1カップぐらい。まあ柔らかいニュルニュルって細いちっちゃいやつだね。ちっちゃいニュルニュルっとしたのが1カップぐらい。で、柔らかめで匂いは少ないっていうところです。で、2回目が午後5時25分頃、同じく色褐色で下痢。これは下痢だった。で、まあ、2分の1カップぐらいですね。半カップぐらい。で、匂いは少ないってところです。
まあ今日果物ジュース飲む量が多かったんでね、まあその辺だと思います。で、まあ大便は2回で、おならはたまにありだね。おならたまにありで、匂いはほぼなしってところです。まあね、おなら自体そうめったに出てなくって、たまに、本当にたまに出るんだけど、まあ出た時にちょっとこれで匂い嗅ぐんだけど、あれない、匂いないな、匂いないんだけど、ラストの方でね、かすかになんか、なんかゼロじゃないかなっていう、そんな感じだけど、あるとはちょっと言うと語弊があるなっていうレベルだったから、まあほぼなしっていうとこかなってとこです。まあそんな感じです。で、今日の計測時刻は午前11時10分頃に計測しています。昨日よりも10分ほど早いですね。まあ同じ時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 61.00kg、 昨日に比べて 0.05kg の減少です。まあ体重ほとんど変わってないっていう見方でいいと思います。BMI は 19.3 で変化なし、体脂肪率は 12.9% でプラス 0.1% の増加です。まあなんで体重も体脂肪率もほとんど変わってないよっていうところですね。今日は 6.5 リッター取ってるんだけど、取ってるんだけどね。まあ大便出てるからそこで重量変わってきてるもんで、まあそれでトントンっていうことかもしれないですね。で、血圧120-76、最高血圧プラス2、最低血圧マイナス2なんで、まあ血圧もそう変わってない。今日は体重、体脂肪率、血圧ともにトントンってとこですね。で、脈拍72でプラス7、ウエスト 69.5 センチで5ミリの減少です。まあ、体重変わってないのにウエストが5ミリ減るっていうのもおかしな話なんだけど、まあこの辺は測り方ですかね。で、今日の気づき、まあ別に今日気づきっていう気づきはないんだけど、ちょっとね、EM のみかん、EM のみかんが手に入りそうだもんで、明日取りに行けると思います。まあ、それを買ってくるってとこですね。で、今あるみかんは、農薬山ほど使ってるだろうみかんなんだけど、あれがまだ18個かな ?8 個で2個腐ってた、2個腐ってるんだけど、まあ、腐ってるやつも、まあ使えそうだったら使うし、中もカビちゃってても使えそうだったらま捨てちゃうけど。まあそしたら8個ってことだね。まあそれは明日の朝、今朝ってか朝だね。これからだけどね。朝にフレッシュジュースで全部もう使い切っちゃおうと思ってます。で、使い切ってそこでまあ切りにして、まあ、農薬使ってるみかんはそこで切りにして、次の EM みかんを実験で使っていくってとこですね。それはまあ明日取り行って神棚をお供えして、その後使う、なんで明後日だね、明後日から使っていくってとこです。で、 EM みかんでフレッシュジュースと、あとグリーンスムージーですね。で、あとまあ適宜糖化ミックスとかコレッチ糖やとか入れながらやっていくっていう形ですね。フレッシュジュース入れたらだいぶ量を減らせると思うもんで、あとはまあとにかくリラックスさせて、精神面にね、負担をかけないようにするっていうところで量を減らしていくって感じですね。まあそれでやっていこうと思います。まあ無理する必要はないし、まあそんな感じですね。なんで、本格的にフレッシュジュースとグリーン糖やで1リッター絶食っていうところには持っていくってところですね。本格的にね。まあ、そういうやり方で、まあ、今後進めていこうと思ってます。みかんがね、手に入らなくなったらどうしようかなって思ってるんだけどね。まあ手に入る柑橘系の、まあ、もので、フルーツ果物でやっていくしかないかなってとこですね。そしたら、絶食653日目完了です。それではまた明日。